はい、えー、チカちゃんの情報と後継者問題っていう記事を書いたんで、えー、解説したいと思います。よろしくお願いします。で、MJ の後継者は誰っていう、まあ、質問回答の動画が出たんですけど、えっ、ー、と、冒頭でチカちゃんの情報を喋ってまして、あの、今の段階で言えることは、事業は順調ではありませんと。で、あの、時期を見て改めて動画で報告するそうですけど、 まあ、天末動画が出たら、私が知ってる情報と、まあ、答え合わせをして、あの、記事を書こうと思ってたんですけど、まあ、まだ未発表なので、まあ、もうしばらく待とうと思います。で、現段階で、あの、知ってることを発表しますと、チカちゃんの身体は昨年11月には決定済みで、で、オンサーメンバーには天末は発表されてます。で、投資金はチカちゃんに振り込まれてないので、あの、返済とかは、あの、心配しなくて大丈夫です。 で、まあ、事業がね、化粧品サンプル販売っていうグレーな商売で、メーカーからクレームが来てポシャったんじゃねえかっていう噂が出てますけど、そういうことはありません。一応こんなところです。で、まあ、チカちゃん消えてま、4ヶ月経ちますから、これだけ顛末を出しぶるのは、かつての、まあ、初代アシスタント交番の時や、応援団が消えた時の、彷彿とさせる、まあ、闇の深さが <laughs> ありますねと。 そんな感じで、で、次、後継者問題ですけど、あの、大学の後輩かつ、応援団の後輩である副社長が謎の退職をする会社ですので、まあ、今の役員から職法しかないかなと思いまして、まあ、主催もね、うん、こんな不安定な会社は誰が継ぐんだと、まあ、本、あの、まずついてくれる人がいるかどうかですよって言ってたんですが、 まあ懸念として、まあ、詳しくは書きませんけど、塾物率の関係と、あと、高難航もですしで、それに付随する借金がありまして、まあ、ここの出どころも、私知ってますけど、まあ、あえて書かないですけど、こことの関連性もですし、であと、某社の専務取締役だったりとか、まあ、こういう <laughs> しがらみですよね。こういうので、もう、がんじがらみなものを、その、引き継がなきゃいけないんですね。 その後継者になる,なるとしたらでちなみにその係争中の裁判もその後継者に相続されますのでご注意くださいと。で私の知ってる話ですとあの一時期俺の後継者だと言わんばかりに銀座にズッキーを連れ回してたっていう話を聞いたことがありましてだからまあ彼かなっていう気はなんとなくはあるんですけど。 まあまだ68歳まで現役バリバリでやるらしいですし、まあ言うてファミリー企業ですし、こういうね、しがらみだらけですんで。で、まあそれは置いておいて、まあ名前は伏せますけど、辞めた社員の顔写真が、未だに会社のホームページにさらされ続けてるんですけど、それ辛いですね、と。はい、以上です。ありがとうございました。